シグマ066バイオプログラム正常終了。覚醒プログラム起動。覚醒プログラム終了。ハッチをオープンします。シグマ、シグマ、眠らせてくれ。まだ起きたくない。起きなさい、シグマ。誰だ？やっと目が覚めたようね、シグマ066。シグマ066だって？あなたの開発コードでしょ、シグマ066。私はラムダ052。ラムダでいいわ。シグマ066。ラムダ052。ラムダ。どうしたの、シグマ066。シグマと呼ばせてもらうわよ。私に剣を突きつけてどうするつもり？どうして俺は剣を。体が勝手に反応して。私を切るの？切らないの？切らないのなら剣を収めて。切るのならさっさと切りなさい。ちょっと待てよ。敵かどうかもわからない相手を切るわけにはいかないじゃないか。敵ではないわ。それなら何なんだ？そうね、あなたの兄弟みたいなものね。兄弟？そう、同じ培養タンクの中で作られた存在。あなた気づいていないの？それとも教育を受けていない？ちょっと待ってくれ。一体何のことを言っているんだ。説明してくれ。教育を受けていないのね。いいわ、教えてあげる。ここは魔導研究所。様々な魔導の研究を行っているところよ。データによると、あなたは戦闘能力を高めるため、私は魔力を高めるための実験で生み出された。さっき私に剣を突きつけたのはその実験の成果かもしれないわね。誰が何の目的で俺たちを作り出した？私たちのマスターはギザロフ元帥よ。で、そのギザロフは何者で、何のためにこんな実験をしたんだ？知らないわ。ベーゲンブルク連邦王国の元帥としかデータにないもの。ところでシグマ。そんな名前で呼ぶな。俺はそんな名前じゃない。だったらどう呼べばいいの？分かったよ、シグマで構わない。で、なんだ？これからどうするの？いつまでもこうしているつもり？そうだな。研究所内に侵入者あり。研究所内に侵入者あり。侵入者は多数。全員が武装しています。どうやら敵のようね。データによると、マスターには敵が多いらしいから、もうここにはいられないわ。行こうか、ラムダ。レインフォルス様、ここなのですか？確かここは連邦軍元帥ギザロフの研究所では。その通りだ。奴の研究の成果がここに眠っている。この中に我々の目指す素体がある。素体？ギザルフは改造やクローンなど驚異的な力を持つ人種を作り出す研究をしていた。素体とはそうして生み出された人間のことだ。もう内部まで侵入されている。戦うしかないようね。しかし戦うといっても、
戦いが嫌なら逃げるしかないわ。戦うか逃げるか。ゆっくり悩んでいる暇はないわよ。来るわ。どうやら相手はかなりの手だれらしい。わかるの？あ、動きに無駄がない。どうする？戦ってみるか。私たちは目覚めたばかりで本来の力を出せないわ。だとしたら裏口へ向かおう。あそこが一番手薄だ。わかったわ。ノブレス・オブリージュ。ノブレス・オブリージュ。何かお手伝いできることありますか？ノブレス・オブリージュ。私、完璧ですわ。他に選択肢はない。はい。私に。お前たちは我が計画に必要なのだ。ノブレス・オブリージュ。ご指示ください。私が片付けましょう。他に選択肢はない。他に選択肢はない。はい。私に力を。素体は2体か。どちらが我々のターゲットだ？俺を信じれるノブレス。はい。これからですわよ。ご指示ください。少しはやるようだな。さすがギザロフの作った素体だ。もっと多くの部下がいれば楽に捕らえられたはずなのですが。仕方なかろう。人目につかずに移動せねばならない。あの者たちを連れてく。この程度のことで連中を連れ出すわけにはいかねえ。なんだ。オメガ137。三体目の素体があったのか。なんという気だ。アイゼル、私は三体目の素体を抑える。お前はその2体を取り押さえろ。はっ。ノブレス・オブリージュ。何すりゃいいんだ。ノブレス・オブリージュ。ご指示ください。
間です。他に選択肢はない。マナレベル要求、いつでも受けるわ。さあ、おとなしくしろ。これからですわよ。もう我慢できねえ。これからですわよ。ご指示ください。これからですわよ。私完璧ですわ。選択肢はない。はい、ノブレ。何すりゃいいんだ。これからですわよ。ご指示ください。他に選択肢はない。はい、これからですわよ。もう我慢できねえ。ノブレスオブリ。他に選択肢はない。外へは出られたが、ラムダ、平気よ、気にしないで。これからですわよ。ご指示ください。はい、よし、このまま一気に研究所を離れよう。そうね。待て、逃げられると思っているのか。これは。植物が。今のうちに逃げましょう。あなたには外のデータがないのでしょう。私が案内するわ。頼む。待て。どうやらあの娘に能力があることは判明したな。素体の研究は成功していたのか。アイゼン、お前は連中を追え。はっ、かしこまりました。一体どこへ向かっているんだ。マスターのところよ。今の襲撃のことを知らせないと。ああ、確かギザロフ元帥って言っていたな。そうだ。彼に会えば俺たちを作った目的がわかる。そしてその目的がわかればさっきの連中がなぜ襲ってきたかもわかるはずだ。そういえば途中で覚醒したあいつは。彼はオメガよ。あなたと同様の研究隊。彼が目覚めてくれたおかげで楽に逃げられたわ。今頃どうなっているだろう。助けなくてもよかったのかな。助けに戻って私たちまで捕らえられたら間抜けね。これでよかったのよ。あなたも私が邪魔になったらいつでも先に逃げていいのよ。そうさせてもらうよ。よかった。重荷になりたくないもの。重荷ね。私たちは作られた存在。普通の人とは違うわ。それにまだ私たちはマスターの任務を受けてさえいない。誰の役にも立っていないわ。役に立たずに終わる道具なんて最初からなかったと同じ。私は自分の作り出された目的を果たす。それが自分の存在意義だから。存在意義か。人は何のために生まれ、何のために生きるのか。ただ怠惰に生きる者よりも己の存在意義を見出せる者の方が幸せかもしれないな。理解できた。そろそろ先を急ぎましょう。あの二人だ。彼らがギザルフの切り札だ。一体どんな能力があるのかね。それはわからん。だが切り札を持ち出したということは配色濃くなったギザルフが巻き返す可能性がある。我々としてはレーゲンブルク連邦とカコンシス王国どちらが勝とうと関係ないのだ。混乱を沈静化させてほしいものだ。
ギザロフにも困ったもんだね。こんな時に連邦内を混乱させてさ、レインフォルスの付け入る隙を与えるだけだってのにね。確かにな。さてフレンド、お前の任務はあの二人と接触し。そう何度も言わなくても分かってるって。心配しないでいいよ。あたいが失敗したことがあったかい？無論信じてはいるがな。ただし今回ばかりは今までと勝手が違うからな。